どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタムです。よろしくお願いします。さて本日はですね、6月4日、阪神 VS 広島の練習試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、阪神、勝ちました。いやー、3連勝ですよ。いやー、やっぱいいね。 めちゃめちゃいいね3連勝しかもあの広島さんに3立てでございますよいやー気持ちよかったというわけでねいろいろ言いたいんで早速やっていきましょう阪神スタメンオーダーから見ていきますと。 1>, 1番セカンド上本選手2番センター近本選手3番ファーストマルテ選手4番指名打者ボーア選手5番レフトサンズ選手6番サード大山選手7番ライト高山選手8番キャッチャー坂本選手9番ショート木並選手ですね先発ピッチャーが秋山選手になっておりますと、えー、相手チームのスタメンオーダーはこちらでございますと。 はい。というわけで打撃陣からやっていきましょう。ウ本モス選手ですね。2打数1安打、1打点1フォアボールです。サードゴロ、センターへのツーベースタイムリーヒット、フォアボールという感じですと。まあ、1打席目はね、リプレイ検証があれば、まあ、まず間違いなくセーフやったかなというふうに思うんで、えー、結果的に見れば2打数1安打ですけど、2打数2安打と。いい感じですね、ウェポンも。 セカンドのポジションがね、まあ、今日、糸原選手がね出てきたんで、まあ、あの怪我の心配はなさそうなんですけど、まあ、ウェポンもねいい感じにセカンドの争いになってね、えー、糸原選手と争っていただきたいなという感じでございますと、えー、続いて近本選手ですね3打数2安打1三振1盗塁、ね、ライトへのヒット三振、ライトへのヒットという感じですと。と いやーよかった盗塁、まあ、はね、まあ、決めてくれやな困ると、まあ、2年連続盗塁を目指していただきたいんで決めてくれな困るという感じなんですけどただ一つ言いたいことは3打席目のライトへのヒットこれはね右打ちをしようと、まあ、ライト方向に引っ張ろうと思った打球で、えー、めちゃめちゃよかったこれはねその2番打者としては絶対必要なことなんで近本選手まあその意識のしすぎでそのセカンドゴロとかそういうことが多かったんですけど、まあ、ファーストランナーいる状態でライト前。 まあ、その、何と言いますか、右に引っ張るということは、セオリーなんで、まライトがね。 ちょっとサードに投げるということもありますし、まあ、いろんなことも含めてサードランナーとして慣れなかった部分もあったりはするんですけど、でもね、右方向を打ててよかったですね。はい、続いてはマルテ選手ですね。3打数1安打ですと、センターフライ、レフトへのヒット、レフトフライという感じですと、いや、マルちゃん、いい感じでした。まあ、それ以上に言うことはないという感じでございますと。はい、続いて、ボーア選手ですね。2打数1安打、2打点、1本塁打、1ファーボール、1閉殺ですね、えー。ファーボール、ライトへのツーランホームラン、セカンドへの閉殺だという感じですと。 いやーボーア選手、3連発ですね。まあ明日からもまだ3連戦続いていきますけどどこまで記録が伸びていくかまあ、もしかすると、もしかするとですよ明日からのスタメンじゃないかもしれないというところはあるんですけどもでもね、ボア選手いい感じですねいい感じで仕上がってきてるとあと1つ言いたいことはマルテ選手が出塁したら打つと、まあ昨日もおとといもそうでしたし今日もヒットで出たら打つと何なんこれはもう マルテ・ボーアっていうのはセットで使わなあかんというね、神からの命じなんですかね。わかんないですけど、ボーア選手いいですね。はい、続いてはサンズ選手ですね。3打数1安打1三振ですと、セカンドゴロレフトへのヒット三振という感じですと、まあ、とりあえず1本出たという点においては良かったんじゃないかと思っております。まあ、深く言っていくとってなると、うん、まあ三振がね、ちょっとアウトローというか、 そのどん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 振りに行っていくっていうのはいいというか悪いというかまあ見極めもある程度はできてるんですけど最後の最後の1球がっていう感じですねまあ若干抜けたボールではあったんでうんまあ抜けたボールを仕留めなければいけないとは思うんですけどまあ次の試合に期待かなと思っておりますと。 続いて大山選手ですね。4打数無安打1三振と。えピッチャーゴロレフトフライ、ファーストへのファールフライ三振という感じですと。まあ、ピッチャーゴロとファーストへのファールフライ、んいや、まあ、ピッチャーゴロと三振に関しては正直あんまりよろしくはなかったんですけど、えレフトーのフライ、これはね、惜しかった。惜しかった。捉えたらまず間違いなくレフトスタンド叩き込んでたね。 まあ、えー、神宮とかなら、まあ、ギリギリ入ってたか、まあ、もしくはギリギリ取られてたかという感じなんで、えーまあ、そこを、ね、一発でしとめていかなければならないという感じなんでね、えー、できれば大山選手に、ね、もっと高いレベルで勝負していただきたいという感じですね、まあ、僕らが求めているのはもっと高いレベルだという感じで、まあ、若いんですけどそこを目指していただきたい。 はい、続いては高山選手ですね。3打数1安打1フォアボールです。フォアボール、レフトフライ、サードゴロ、ライトへのスリーベースヒットという感じですと、まあ、相手の中継の乱れ、守備の乱れというところもあって、一応ホームには帰ってきたんですけど、ランニングホームランにはならなかったですね。スリー3ベースヒットとエラーという感じで、いや、高山選手、よく走ってくれましたね。あとね、まあ、スリーベースヒットももちろん良かったんですけど、何よりも1打席目のフォアボール、これはね、すごく良かった。 9目でファーボール粘って粘ってフォアボールでえそのあと坂本選手のタイムリーにつながったという感じなのでこれは本当に素晴らしい、まあ、サンズ選手福留選手と、ね、すごく高いレベルでの争いにはなってくるとは思うんですけど高山選手も負けてないというところだけはね、えー、覚えておいてほしいはい。 え続いては坂本選手ですね、3打数1安打1打点と、レフトへのツーベースタイムリーヒット、サードゴロ、ピッチャーゴロという感じですと、まあヒットを打ったこと、タイムリーを打ったことっていうのは、えー、全然良かったとは思うんですが、今日はね、えー、リードがめちゃめちゃ良かった、ほんまに良かった。 まあ、言い方悪いですけど、阪神の2番手の捕手ですよね、まあ、龍が、まあ、梅ちゃんが、まあ、1番手の捕手、2番手の捕手は、まあ、グッチか坂本かっていう感じですけど、えー、僕の中では100%坂本選手、まあ、梅ちゃんともね、全然やり合えると思うんで、もっともっと頑張っていただきたいと。 はい、続いては木浪選手ですね。と4打数1安打1打点1本塁打3三振ですね。三振レフテーのソロホームラン三振三振という感じですと。まあ3三振はね、正直あんまりいただけないとは思うんですけど、逆方向へのソロホームラン、これは良かったですね。まあ木浪選手自身は、え、はいはい入ったっていう感じだったんですけど、ねえ、まあ良かったよ。 逆方向にに打てててるよううなってっていう感じですね、まあ、菅野選手から打ったホームランも、まあ、引っ張った方向ですし、まあ、引っ張った方向はねやっぱ一番力が入りやすいと、まあ、そういうところも含めて右方向にはね、まあ、なかなか入るとは思うんですけど逆方向に打てたのは本当に力強くなったんだなという感じですね。素晴らしい はい、続いては、糸原選手ですね。フォアボール一つですと、フォアボールですね。まあ、とりあえず、その膝に当たったボールの影響はそこまでなかったんじゃないかとは思っております。趣味もね、やったんで、まあまあまあ、ぼちぼち大丈夫かなとは思ってます。まあ、明日の試合に出るか出ないかはわかんないですけどね。はい、続いて、中谷選手ですと、1打数無安打1三振と三振ですね。まあ、中谷さん、そろそろ一発見たい。はい。 えー続いては北条選手ですと1打数無安打ですとサードへのファールフライですまあ次頑張ろうはい続いては原口選手ですと1打数無安打ですとショートゴロですねいやーねまあショートゴロ結果はアウトアウトですけどでも初球からめちゃめちゃいってたよやっぱグチね本当に良かったです はい続いてはヨーカ選手ですね。1打数無安打です。ショートゴロですね、えー。こちらについては何も言うことがないと。はい、続いては板山選手ですと。1打数無安打ですと。ライトフライですね。はい、じゃあ続いて投手陣見ていきましょう。本日投手、秋山投手、能見投手、エドワーズ投手、スアレス投手、斎藤投手ですね。えー、秋山投手、5回投げて69球、4安打2、2三振、無失点と。いやー、もうねー、これはね、ちょっと僕のチャンネルとしては、 語らなければいけない話なんですけど、言うことがなさすぎる、まあ、完璧やったとしか言いようがないんですよ。球数も69球、5回投げて69球、まあ、70球、素晴らしいですね。いや、本当に素晴らしい。そのね、春人く君とン、まあ、太郎と、ね、開幕ローテがうんたらかんたら、まあ、ガンケル選手はね、いいピッチングをしましたけど、まあ、開幕ローテのメンツがね、西選手、青柳選手しか決まってないと。 もう一歩前進というかねもうほぼ当格なんじゃないかと思っておりますまあ、もう1回当番があると思うんですけどそこでのね、えー、結果も期待したいですねはい続いては農見選手ですね1回投げて6球無安打無失点とまあ、ちょっとね紅白戦オープン戦とかでねあんまりいい成績ではなかったんですけど今日はね 素晴らしかったですと、まあ、直球のキレがなかなか戻ってきたんじゃないかなとは思っておりますとはい続いてエドワーズ投手ですね1回投げて5球1安打無失点と、まあ、1安打食らいましたけど特別言うことはないと素晴らしいですねはい続いてはスアレス投手ですね1回投げて9球無安打1三振無失点といやーなんなめっちゃめっちゃすごかったで皆さん動画見てましたかオールストレート で全部155キロぐらい。最速で158とかやったかな。いやー、あんなんさ、中継ぎでポンって出てきてさ、ストレート勝負で来られたらさ、無理やん。打たれへんわって思いますね。まあ、先発でもいけるというね、どっちもいけるということを考えれば、もう無敵です。次回も期待しております。はい、最後ですね、斉藤投手で一1回投げて8球無安打無失点と、1軍に上がってきてね、初のピッチング、本当に素晴らしかったですね。 いやーね、ストレートのキレというかね、えー、変化球で、まあ、スローカーブかな、えー、めちゃめちゃ良かったですね。タイミング、まあ、緩急が完璧すぎてね、まあ、ありゃ打てんわ。<laughs> まあストレートがいいのはね、皆さんご存知なんで、まあ、緩急がついただけであんだけ打てなくなるんで、えー、そのキレをどんどん磨いていただきたいと思っておりますと。はい、えー、本日はですね、6月4日、阪神 VS 広島の練習試合について語らせていただきましたと。いやー、当にね。 改めて感じさせられましたね。中継ぎの強さ、まあ、先発も、ね、秋山さん、今日良かったですし、えー、完封ゲームはもう素晴らしいですね。まあ、昨日と一昨とと、なんだかんだで失点をね2点、3点と食らったんですけど、今日は無失点と、いやー、投手陣の強さ、半端ないね。あとね、ちょっと言いたいことがある、まあ、今日は江越選手がファームに行ったんですけど、江越選手、今日も輝いてましたね。うん いい外野種争いがさとんででもないです、ね、ヨーカー選手まあ残念ながらヒットはまだ生まれてないですけどでもヨーカー選手も面白いですし高山選手サンズ選手糸井選手福留選手近本選手といやーね高い争いやなまあ島田選手もいますからねまあね選手枠の問題もあるんで入れる選手の数は決まってますけどそこに食い込んでいけるように江越選手にも頑張っていただきたいと。 はいというわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントそしてツイッターインスタグラムのフォローをよろしくお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。